こんにちはは伊藤上一でですす今日のののビデオ DeFi コメント Q&A 質問の中で DeFi を具体的にどうやって使うのかあの説明してくれとか見せてくれっていうのが質問にありましたがこれから HowTo のシリーズを作りたいと思いますので実際に画面を見せるのはこれからやろうと思うんですけども少し具体的に話をすると DeFi を作って 使うのにはメタマスクみたいなウォレットが必要なんで、まあ、それは申し込まなきゃいけないんだけども、そのウォレットの中にトークンを入れなきゃいけないので、どっかでトークンを手に入れなきゃいけないんですね。で、これはまあ友達に送ってもらうのか、友達がいない人は、どっかのセントラライズエクスチェンジみたいなところで自分の銀行からお金を振り込んで、まあ、円とかを振り込んで、それでトークンに交換してもらって、そのトークンをメタマスクに移して、 でそのメタマックスのトークンを DeFi でスワップしたり、ステーキしたりするというのが、まあ、普通のやり方だと思いますので、どこかでお金か何かをトークンの手に入れるための交換が必要なので、でそこは多分 DeFi じゃない。ただ、まあ、カードでトークン買えるあのサービスみたいなのもありますしあの、ゲームをやってたらトークンがもらえるとか、そういうのもあ,あることはあるんだけども、一番簡単なのはコインチェックみたいなセントラ,ライズエクスチェンジで、 あのトークンを手に入れてそれてそで DeFi 使うコインチェックみたいなセンチラライズエクスチェンジはあのきちっと国の,あの規制された機関なので、まあ、マイナンバーカードとかあの自分の個人情報を載せてそしてちゃんと監査されて口座が開かれてでその口座にあの銀行振り込みかなんかでお金を振り込んで交換しなきゃいけないのでちょっと時間はかかります。盆栽さんから後ろにあるキーボードは何なのかっていう質問があって んですけども僕はコロナが始まってから結構メカニカルキーボードっていうこういうこういうキーボードにすごくハマってで自分でこの PCB っていう基板を買ってそしてあのスイッチをあの選んで,でスイッチにちゃんと油を挿してそしてキーキャップを買って。 あのでいろんなレイアウトをあの実験で使ってみたんですけども最終的にこのプランクというレイアウトってシフトが2つあるのであの結構指をが動くあの距離がすごく短いのとあと縦と横が四角になっているのでもっと指の動き方が自然なので一番タイプをするのが早くてあの気持ちいいのがこのレイアウトなので、まあ、こればっかり最近ハマっていてでこのレイアウトの基盤 もう、まあ、3種類ぐらい今実験してやってるんですけどもでこのキーキャップもあのこうやってちゃんと文字が入ってるやつとかちょっとマッチョなあの何にも文字が入ってないやつとかもあの使っていろいろ実験してるんですけどもで,でもう一つこのキーボードの特徴はこの基盤のプログラミングができるのでいろんなあのマクロとかコマンドをプログラミングしてそしてその,あの基盤の 半導体にそれをフラッシュするのでだから自分のマクロがキーボードにあるのでこれを例えば会社に持って行ったりあのインターネットカフェに持って行っても全部そのキーストロークがここにプログラムされてるからあの持ち歩きできるっていうのもこのキーボードの特徴なのであのコメントでリンクを見ればあのもっともっと情報ありますあのこのキーボードの話は別にスポンサーされてるわけでは何でもありますアフタヌーンさんと中村さんから、まあ、今結構 DeFi とか 使いいづらいなとか技術的なな人が一番使っていんじゃな,いかなでそれが簡単になったらもっと普通の人たちが使ってあのいろいろ世の中が変わるんじゃないかなというあの、まあ、コメントと質問なんですけどもメタマスクの中にはもうスワップっていうのが組み込まれていてあのスワップそのもの例えばイースをビットコインに交換するっていうのはこれはあんまり技術的に難しいコンセプトもないし、まあ、インターフェースは結構簡単にできるので。 それはもう普通のユーザーでももうどん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 使っていけるし他のプロダクトにも組み込めると思うので d e まあスワップの部分の d ファイ使うのっていうのも今でも普通の人使ってると思うんですよね。DeFi って言うと幅広く、まあ、金融全体みたいに幅広いので例えばステーキングだとか、Yield Farming だとか、まあ、いろんなリクエディティプールプロバイダーとか結構あの あのファイナンスのコンセプトとトークンのコンセプトはやや難しいあの参加の仕方はあるので,でこれはもちろん技術もそうなんだけれどもあのトークンエコノミクスのコンセプトとか金融そのもののコンセプト分かんないと、まあ、できなくはないんだけどやんない方がいいと思うので,でそのリテラシーっていうのは多分みんな使っているうちにあのどんどんあの まあ普及ししていくと思うし結構簡単なコンセプトでも最初知らないとちょっと覚えるのに時間がかかるので経済そのものだとか会社の在り方とか投資の在り方っていうのは随分変わってくると思うんですけどもただ個人的に興味があるのはまあ金融のところが本当に DeFi で革命的に変わるんだけれども DAO とかこの組織のシステムとこの DeFi がリンクしてガバナンスだとかあのまあ社会的に貢献できるシステムだとかあの例えば 国のあり方とか税のあり方とかこうもっともっと大きい変革も起きると思いますしでそういう意味ではあのお金の儲け方が変わるだけではなくてこう社会的なインパクトもまあ、うまくいけばポジティブの方にもいくと思うのでだから d 5は大きな Web3 の中の一つのあのパーツだと思います皆さんたくさんのコメントありがとうございます、まあ、今日も一部の質問を取り上げたんですけれどもコメントの中でも実際直接レッスンしてますし これ以外に質問あったらどんどんコメントの中で質問してください。それと今日は DeFi はここで終わりなんですけども、次は Play to Earn の Q&A をやります。